オルヌ県はフランスのノルマンディ地域県の県である。オルヌ県をかつての州で色分けした地図かつてのノルマンディからなる。県南東部はかつてのペルシュの一部である。旧ノルマンディの各県のうち唯一海と接していない。県の名称はオルヌ川に由来する。県は南の大西洋と北の満州海峡とを分ける分水嶺が交差する。オルヌ川、ディーブ川、 トゥーケ川のほか、マイエンヌ川、サルト川が流れている。フランス革命中の1790年3月4日に新設された83の県のうちの一つである。その面積のほとんどは旧ノルマンディー公領及び旧アランソン公領からなり、南東部は旧ペルシュ白領の一部であった。ワーテルロウの戦いで第7次大仏大同盟が勝利すると、 1818 18年11月まで、プロイセン軍がオルヌを占領していた。オルヌ県民は一人称で、オルネ、複数称で、オルネーズという。オルヌ県は本質的に農村である。人口密度は1平方キロメートル48人で、ある。1平方キロメートル95人である、全国平均を下回っている。人口密度の高い地域は、アランソン、フレール、 アルジャンタンといった都市の周辺にある。反対に人口密度が低いのはカルージュオゴーリ、クルトメールオゴーリ、エムオゴーリ周辺である。人口は1999年以来相対的に停滞しているものの長年にわたって減少している。長期間農村から都市への人口流出が続き、人口は第二次世界大戦前に約27万人と最低になった。 戦後のベビーブームで人口が増加し、今日では伸びが鈍くなっている。農村部での投票が支配的で保守権と呼ばれる。伝統的なドゴール主義の土壌である。しかし、バスノルマンディ地域圏の他の地域の政治志向のように、県の主要都市は次第に社会党の町のラベルを採用するようになっている。2008年フランス地方選挙では、 すでに長期間アルジャンタンやフレールで左翼の主張がいるように、アランソン、ラフェルテマセで社会主義の主張が誕生した。オルヌ県の地図オルヌ県は3つの軍、40のオゴリ、505のコミューンがある。ありがとうございます。